のおみくじの配信ばっか見てました。いいじゃんいいじゃん、今年みこの配信って。今年もみこいろんな配信したからな。毎年さ、なんか新しいことできるのかなって、そのなんか新しくハマれるものとか、そのそれこそねあるかなって思いながら生きてきたけど、今年はなんかそれこそなんかリスナーさんと遊ぶゲームにハマったりとかね、それこそキャラクリのプロレスとかね。アクターお誕生日おめでとうって、お前コメントするとこ間違ってんねんおめでとう。コメントに二窓してます。うん、おいしょ、若いなー。